N ゲージって知ってる、エリアさん、ね、N ゲージって何、エリアさんの好きなあれか、あの格闘技のケージファイトのことですか。あのケージじゃなくてゲージやからね、うん、ゲージ、ゲージって電車の機関のこと言うんですよ。あ、そうなんだ、うん、ゲージ、イボジ。ゲージね、機関ね、エリアさん難しい言葉ですけど、機関、うん、あの線路と線路の間のことをゲージっていうんですよ。なるほどね、鉄道、バカにすんなよ。鉄道会社によってこの機関って違うんですよね。違うんか。例えば新幹線広いんですよね。広いな、いつも、まあ、移動はバスなんで分かりませんけどね。中央線しか、あの、僕は、ね、乗らないですから ね、 そうね、オレンジの電車のイメージありますけど、ね、はいはい、まあ、JR ってもちろん日本中一緒なんですけど、うん、私鉄だとそれぞれの会社で違うんですよ、まあ、関西だと阪急結構広かったりするんですけどね。そんなこと考えたことなかったわ。ないよね、うん、まあ、レールの間隔が9ミリの鉄道模型を N ゲージって言うんですよ、ね、9ミリって小さいね。そうそうそう、それで人が乗れるの。だから模型や。あ、そういうことか、模型、うん、その機関が違うので、だいたい148から160分の1サイズになるんですよね。なるほどね。ドラえもんなんかでね、よく出てくるんで、藤子不二雄 F は鉄道模型が好きだったはずなんですよ。なるほど、ね、細かい情報ですね。そうそうそう。でもその模型は走るの？走るんですよ。走るんだ。レールにこう電気が流れるんです、それで走るんですよね、はいはい、じゃあレール触ったら感電するから危ないね。そんな危ない、もう売られへんから、ね、あ、そうなんだ。私もあの小学生の時に友達がこの N ゲージを持ってて憧れたんですよね。N ゲージいいね。しかもなんかね、持ってる友達は頭が良くてお金持ちという原則があったんですよ。出来すぎくんみたいだね。そう、そんな感じやけど、うん、でも実際ね、食パンマン関係ない、食パンマン関係ないか。実際ドラえもんの中ではスネ夫が自慢してるってね、スネ夫が持ってて自慢してる。ああ、そっか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 。そうそう、鉄道模型ね、なんかね、ロマンが詰まってるんですよね。なるほどね。最近はこう鉄道博物館っていうのが各地にできてるんですけど、来場者もすごい多いみたいですよ、うん、鉄道ブームですか。そうなんですよね、うん、鉄道でね、こう頭が良くなるっていうのも言われてるからね、鉄道で頭がなんか おかしくなるだと思ってましたね。じゃあ違う、鉄道知ってたら結構頭良くなんねんって。そうなんですか。大きくなって俺も鉄道乗ろうかな、うんうん、乗ってください。乗ってて釣り革で懸垂したりね、腕立てしたりね、 100m ダッシュしようかなと思ってます。あんまり迷惑な人ですよね。迷惑言うな、勘弁してほしいんですけど。まあ、はい、大阪にはね、鉄交通科学博物館っていうのが、うん、弁天町って駅の近くにあったんですけど、まあ、これ閉まりまして、はいはいはい、京都に新しいのができたんですよね。いいね、いいね。鉄道にはロマンがありますよね。ありますね。でもね、ゴスペルミュージックにはもっと大きなロマンが詰まってるんですよね。いいね。